すべてのベースを示す野球のダイヤモンドこの項目では、セックスを例える野球の比喩について解説する。アメリカの若者の間では、野球で用いられる表現がしばしば性的な関係や、出会いを遠曲に表現する際に用いられることがある。比喩の中では、戦後に流行ったものであるが、性的な行動が、野球の試合で行われる行動に紐づけて表現、されている。 用いられる比喩表現では、基本的に身体的親密度が表現されている。定義は様々であるが、以下が、基本的なこの比喩の使用用途である。さらにさらに他の似たような比喩として、以下のようなものも存在する。この比喩は、様々な人気アメリカンカルチャーに見られ、有名な例としては、ミートローフの曲にある、パラダイス・バイ・ザ・ダッシュボードライトがある。これは、若いカップルが、 メイキングアウトしていたり、カップルの行動が、野球の用語で、比喩されているものが見られる。よく似た例としては、ビリー・ジョエルの曲で、ザンジバルというものがある。メ、ね、アイ・アイム・トライング・ジャスト・ツー・ゲット・ツー、セカンド・ベース・アイド・スチール・イット・イ・フ・シー・オンリー、ゲーブ・ザ・サイン、シーズ・ゴ・ナギ・ブ・ザ・ゴ・ア・ヘッド、ザイン・ニング・イズン・と、オーバー・アイ・エット・フォー・ミー、俺、ニ・リーダを歌おうとして、 サインが出たら二塁へ向かおうとした。彼女はゴーサインを出した。まだこの回は僕のとっては終わってないよという歌詞がある。トレースアドキンのスイングという歌も同じコンセプトに基づいている。教育者たちはこの野球の例えが中学校における性教育においてとても効果的だと分かった。世界的な心理学者のリーマントベルは すべての親たちが子供たちと思春期について話しやすくなるために書いた彼らの著書、チキンのための子供と性について腹を割って話すための本の中で、ファーストベース、セカンドベース、サードベース、ホームプレートのトピックスを紹介している。ありがとうございます。